こんばんは、カウパパです。今ですね、ここはバイク小屋なんですけど、バイク小屋の前でですね、ちょっと先日買ったオプティマスの 123R スペアですね、こちらの火入れ式がですね、まだ終わってないので、これをやってみたいと思います。で、ついでにですね、ちょっといろいろ食材用意してあるんですが、こちらを使って、ラーメンでも作っていきたいと。またね、焼酎もですね、用意したので、このバイク小屋で寒い中ですね、ちょっと、一人飲み会でもやってみたいと思います。さっきからですね、ずっと焼酎飲んだりですね、このサンマのかば焼き温めて食ったり、すごい酔っ払い状態なんですけど、先日開封動画を作ったオプティマスの 123R、スベアですね、これの火入れ式を行いたいと思います。まだね、一回も火入れてないんで、もうほんと真鍮ピカピカって感じですね。正直言うとね、これ一回も使わなくて、うちのリビングのね、棚に飾っておきたいぐらいなんですが、道具ですからね、使ってなんぼと。ここだけの話ね、実はもう一個買おうかなと、保存版として買おうかなと思うぐらいですね、質感は最高でございます。で、ちなみにガソリンはですね、ホワイトガソリンで、さっき 120cc ですね、は入れてあります。一応ですね、僕もガソリン初心者ではないんですが、以前使ったのは10年前の、コルマの2バーナーっていうでかいやつですね。パワーハウス2バーナーっつうんかな。で、こういうね、シングルのやつは、ピークワン以来で、約30年ぶりぐらいなんで、ちょっと緊張してますけど、こんな余計なやつを、ツーボを外します。じゃあ今からですね、火入れ式を行いたいと思います。本当はね、キャンプでやりたかったんだけど、でね、あんまり僕ね、すすで真っ黒なの嫌いなんで、とりあえずこのナルゲンのボトルにですね、アルコール入れてます。これで燃料は、さっき言ったようにホワイトガソリン 120cc を入れてます。簡単で180入るんですけど、いろいろ圧力の関係で3分の2の120が推奨です。だいたいね、人によって何 cc とかいう人いるんですけど、これ1回やると 1.5cc ぐらい。これちなみに100均のスポイトで、これがナルゲンのボトル、30ml のやつで、この根元にですね、ピュッと、あれ、やべ、こぼれちゃうな。だいたいですね、あれ、これこぼれるとやばいんだよな。一応これをしようか。こんな感じでですね、プレヒートしまーす。これをかぶせていくということですね。完全にもうアルコール燃えてんだけどね。そうするとね、音聞こえるかな。そう、こんな感じ、シューってなってますよね。着きました。音はね、こんな感じ。
これはね、ゆっくりゆっくり上げてきます。ゆっくり上げてきますよ。まあまだね、火は安定してません。この辺が最高です。この辺が最大火力ですね。タレ入れます。